日本プロ野球史上唯一となる3度の三冠王を達成した落合博満。4球団を渡り歩く現役生活で、そんな姿は奇抜な練習で調整する俺流調整など、数々の伝説を作った独自の路線は多くのプロ野球選手たちを驚愕させてきました。そんな落合博満氏はセリーグに移籍した際に一番いい投手は誰だったかという問いに、巨人のある選手であると語ったそうです。しかしその選手との対戦は1987年のたった1年間のみとなります。日本プロ野球界の最強打者とも呼ばれる落合ですが、それでも打ったという記憶はほとんどない投手というほどでした。それは落合にとってどれほど衝撃的な投手だったということがわかります。そこで本日は落合のコメントと合わせて、落合博満が史上ナンバーワンとうならせた投手について紹介していきたいと思います。誰もが認める怪物、落合が認めた巨人の投手は江川卓でした。剛速球と縦に大きく割れるカーブを武器に活躍した江川卓、わずか9年間という現役生活で通算135勝をマーク。高校時代から数々の伝説を作った元祖怪物は多くのプロ野球選手たちを驚愕させてきました。江川と落合の公式戦の対戦は江川が引退する1987年の1年間のみでありました。通算対戦成績13打数4安打、打率3割8厘と落合に軍配。それでも落合は打った記憶がないというのですから衝撃的だったのでしょう。そして落合は続けて、間違いなく日本で一番速い投手と江川を絶賛しました。そんな江川の伝説は高校時代からでした。プロ野球では巨人が V9 を果たした1973年、日本中の高校球児たちの視点が作新学院の江川卓に向けられていました。全国制覇した広島商業の達川光雄、甲子園と無縁だった出雲商業の大野豊、後に広島でバッテリーを組んだ当時から怪物と呼ばれた江川の残像が今も頭から離れないというのです。2人が江川を知ったのは甲子園で投げているのをテレビで見た時でした。当時から高校生じゃない、あんなボール高校生じゃ打てないとすごい球を投げていたと江川の印象を語っています。さらには巨人でもチームメイトだった篠塚和則氏は高校時代に2歳年上の江川と対戦したことがありました。その時の印象はあまりにも驚愕だったとのことでした。対戦したのは高校の時で、最も球速が速い時期だったのではないかと振り返りました。その時の印象は球が浮き上がっていたとありえない軌道をしていたと語っています。そのため篠塚氏は江川さんがピッチャーでナンバーワンだと思ってます、こんなに速いピッチャーいるんだって思いましたと誰しもが認める怪物なのでした。ホックするストレート、球が浮き上がって見えていたのは高校時代にとどまりませんでした。巨人のチームメイトである中畑清は三塁から見ていても江川のストレートはホップしているのがよくわかったと証言もしていました。このためプロに入ってからも怪物を発揮していたのでした。あるテレビ番組の企画で江川のストレートが打者の体感速度ではどのような数値になるのかが検証されました。この検証は当時の投球映像を最新の AI 分析で数値を割り出したものになりました。この分析の対象になった球は江川自身も最も速かったとしている1981年に20勝を達成した時の最後のストレートになりました。当時の計測方法はバッターに近いところの収束で計測されていました。この計測で140キロ台を記録していました。しかし現在の計測方法は投手が投げた瞬間の初速で測ります。現在の計測方法に換算すると江川のストレートは158キロであったことが判明されたのでした。さらにホック成分を数値化までしたとのことでした。このホック成分とはプロ野球の平均的なストレートの軌道に対して
どれだけ高い位置でキャッチャーミットに届いているかの差を表した数値になります。分析した結果、ミットに届いた高さは NPB の平均的な位置よりも上側の位置、その差は 23.4 センチでした。専門家によると、江川のストレートは平均の軌道よりボールに3個分さらに高くなると言われていました。打者からすると、通常落ちるはずの軌道が予想より落ちないと感じることで空振りしやすいになると分析しています。また近年の代表的な剛腕である松坂大輔投手、大谷翔平投手、佐々木朗希投手の回転数も分析すると、江川の回転数は3投手よりも約200回転以上も多い結果になりました。これは縦の綺麗な回転軸と回転数でものすごくホップしていることを表しているデータとなります。いかに江川のストレートが高い軌道のままミットへ到達しているかが分かります。プロの平均を大きく上回るのが江川のストレートの特徴と言えるでしょう。落合が体感した江川の球、1984年7月24日、名古屋球場で行われたオールスター第3戦。ここで江川は伝説を残したのでした。江川は打者すべてから三振の山を築くことを胸に秘めていました。この時に江川が意識していたのは、江夏豊氏が1971年のオールスターで達成した9連続奪三振という前人未到の記録でした。江川はこの記録を超える10奪三振を奪うことを掲げていたのでした。この時のことについて江川は、落合さんを通過するかどうかがポイントですよね。落合さんから三振を取れればいけると思ってました。と笑顔で言いました。江川の野望の最大の難関は、当時ロッテに所属していた三冠王の落合でした。江川は落合とオープン戦で対戦した際には、落合のバッティングに衝撃を受けていました。それはインハイのすごくいいボールでミットに入りそうになった時のことでした。江川は10センチ手前で振り遅れたと思った瞬間に、落合さんがスパンと打つんですよ、僕はレフトを見たんです、ところがライトスタンドに入ったんです、と当時を振り返っています。落合の神がかりなバッティングに本当に3日間ぐらい悩んだそうでした。それでもオールスターでは神がかりなピッチングで雪辱を果たします。ストレートを読んでいたにもかかわらずストレートで空振りの三振を喫した。落合は数字よりも実際の方が早かったと、間違いなく日本で一番速い投手は江川と大絶賛していました。最後のバッターでストレートのサインが出た際には首を振ったのでした。江川はワンバウンドのカーブを投げて、キャッチャーがパスボールをして、その次の打者を三振にしようと考えたのでした。最終的にはワンバウンドにならなくて、カーブは外角いっぱいのストライクゾーンに入ってしまい、バットの先端に当たってセカンドゴロとなりました。江夏の9連続三振にはあと一歩届きませんでした。周囲からは、なんであそこでカーブなんだよと言われましたが、10連続三振を狙っていたのでそういう選択になりました。江川は、もしあそこでカーブがうまく投げれたら本当に10連続三振になった可能性はすごく高かったと思います、と当時を振り返っています。江川はこのことについて、落合さんから三振を奪えた時は10個いけると思ったんですけど、せっかく落合さんを通過したのにね、と当時を振り返っています。江川が見せた投球はオールスターゲームにふさわしい、まさに夢の球宴のピッチングだったでしょう。いかがでしょうか。落合が認める怪物選手、今でこそ剛速球を投げる選手は増えましたが、江川のように分かっていても打てる球は早々に存在しません。また令和の怪物など新しい逸材が生まれてくる日がとても待ち遠しいですね。これからもプロ野球に期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。